どうもなおちんです。さあ今日もファイアーエンブレム無双をやっていきましょう。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は赤ルートでのベレトの入手方法をやっていきたいと思います。入手できるのはエピソード10となっておりますね。では行きましょう。この表示がベレトを入手する場所の目印です。この戦闘での行動で物語が大きく変化します。これですね。では行きましょう。行く際にこれを絶対につけておいてください。共鳴魔法雷ですね。この作戦は戦局を大きく変化させますですね。これは絶対につけておいてください。これがないとベレトを入手することができません。あとは何でも構いません。大丈夫です。ではスタートです。それでは行きましょう。ではまずは普通に進んでいってください。そうするとまずは、マテウスを撃破しなさいというイベントが発生します。でマテウスを撃破してはダメです。あいつは倒さず、生き残しておいてください。あ、この子だね、マテウス。で、このマテウスの周りの砦で3箇所を取ると、降伏してきますので、降伏を狙って、やっていってください。でね、仲間がね、マテウスの方に突っ込んでいっちゃう可能性があるんですよ。なので、突っ込んでいきそうだったらば、指示を出して、突っ込まないようにしておいてください。まあ、敵をね若干残しておくとそっちの方に仲間行ってくれるので多分大丈夫とは思うんですけども、仲間のレベルが高すぎたりすると倒しちゃうんですよね。なのでできるだけ早く行きましょう。うまいこと今回は言ってますね。今回はうまいこと動いてくれてます。やっぱ下に一体残してきたっていうのがいい感じだったかな。はい。あ、やばい、行ってる行っちゃってます。よし、でも先に倒せば問題ない。 OK、 これで3箇所取りましたね。3箇所取ればマテウス降伏してきますので大丈夫です。あ、でね、俺のね、HP が、なんか徐々に減ってると思うんですけど、別に気にしないでください。これ常に HP が減り続けるけども、攻撃力が上がるよっていうスキルをつけてます。これのね、攻撃力アップがかなりでかくって、最近ずっとつけてるんですよね。うん、これがないとちょっとぬるい感じになりますので、これは常に入れてるようにしてます。結構危なくなる場面もありますよ。まあまあまあなんとかなります。大丈夫です。で、このマテウスのイベントが終わりましたら、次は魔導公平のイベントが始まります。魔導公平を助けてあげましょう。と、あとこの周りにね、砦が5つあるんですよ。これは、2つか3つはね、残しておいた方がいいです。この砦を占拠しちゃうと、メインイベントである雷鳴魔法か、あれがね、発動しないんですよ。なので、ここの魔導公平は助けなきゃいけないけども、砦を取るのはダメです。砦は残しておいてください。あ、 OK、 いい感じで仲間たち強いな。魔導公平これで助かったっぽいですね。でもまだこの砦は残ってるっていう状態です。この砦残ってないとね、魔法、お、来た来た、ここで魔法が発動です。
この魔法が発動するとベネットがねこっちに動いてきてくれるので、これで仲間にすることが大体確定しました。まあまだね確定じゃないんだけど、もうちょっとあるんですけどもね。いきましょう。んで、この魔法が発動した後にはもう砦を取って大丈夫です。取りに行きましょう。下で下でね、あのパラディンたちに襲われてるっていうところがあるんだけども、あそこはまだいいです。まだいい。とりあえずこっちで待機しておいてください。行った。ベレトが行きました。で来た来た来た、ユーリス、まあ、説得するイベント作戦を取ってたらここで説得しましょう。で説得してから倒す。でその後に下に移動して助けに行くっていう順番ですね。はい、で説得して倒しましょう。で倒した後は下に移動して OK です。あそこもちょっとねゆっくりしてると倒されて、作戦失敗になっちゃいますので、ユーリスを仲間にした後はすぐに向かって助けに行きましょう。うんうん、まあ、まだまだ全然 HP は残ってますね。これぐらいあればまだマシです。うん、もうほんとギリギリになる時があるからね。これで東側からも攻められます。はい、橋がかかりました。先に行けるようになります。 OK で、こっちも OK です。で、そうすると、ベレトが元に戻ろうとするんだけども橋を壊されてあそこに孤立します。それで OK です。ナイス、マテウス。マテウスがここはねいい動きしてくれるんだ。橋を爆破してベレスが孤立で、あとはもう倒すだけです。倒すだけ。ちょっとね、下にね鍵を持ってるやつが湧くんだけども、まあ、別に取らなくてもいいと思います。うん、まあ、トリックスターとかで来ればそのまんま取れてお得なんだけども、まあ、今回はどうしようか。まあ時間もあるし取りに行ってもいいんけどね。 OK。 あとはそこが空いてボスを倒すだけですね。ちょっと HP が減ってきたな。はい、ここで増援で、あったあったあった。鍵持ってるやつとかも出るけども、もうそのまんまボスを待ちましょう。あ、出てた出てた。終わりです。はい、これで、作戦は全部終了ですね。はい、ベレとベレスですね、仲間になりました。ついでにジェラルトも仲間になります。はい、ということで今日はアカルートでのベレトの入手方法をやってみました。おそらくアカルートが一番めんどくさいです。やっちゃダメっていうことがいくつかありますので、まあ注意してやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。